山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。能美市吉川農園吉川香織さんにお話を伺いました。香織さんは福井県勝山市生まれ。体を動かすことが好きで、近所のお年寄りに可愛がられていました。高校卒業後、兵庫県の短大に進学。卒業後は大阪の小さなエレベーターダムエーターを作る会社に入りました。そこで出会ったのが現在のご主人。結婚してから2年後、石川県に工場ができて、そこに勤務することになり、家族で引っ越してきました。香織さんは長男次男を産んで会社を退職。幼い子供を見てもらう人がいないから、これからどうしたらよいか勝山のお父さんに相談しました。定年はないからメロンを作ったらどうやと言われました。お父さんが力になってくれて、農地を探しメロン作りを教えてくれて、1996年の秋に50メートルのビニールハウス6棟を建ててメロン農家としてスタートしました。毎週お父さんが見に来てくれて、綺麗なメロンがなりました。1棟で600個ぐらい実ります。メロンがソフトボールぐらいになったら、表面の皮を彫刻刀で削ると白くなり、かさぶたのようになります。2018年からサプライズメロンとして名前や文字を入れてプレゼントしたり、おめでたい時のサプライズとして喜ばれています。内入れ文字入れは予約してくださいね。メロンは7月から8月末が収穫期で、主に作っているのは青肉メロン、アールスナイト、赤肉メロンも少し作っています。勝山のお父さんのメロン作りは香織さんの兄弟2人も受け継ぐことになりました。最近は猛暑や長雨で対応力を求められています。お米以外は露地物のいろんな野菜を作ったり、ハウスで小松菜、ほうれん草も作っています。お客様に喜んでもらうためにも、メロン農家を後継者に引き継ぐためにも、香織さんははつらつとして前向きに頑張っています。能美市吉川農園吉川香織さんの作るメロン、美味しいんだろうな。名前を入れて大切な人にプレゼントしようかなと思うと、来年が楽しみです。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。